手をつなぎましょう。戻ってきてくれたのね。この夏目ヤシキャンディー半分こしましょう。私が見抜かれる番ね。もちろんよ。おかげでとても素敵な誕生日になったわ。まるで穀物の蔵に入った小鳥が人々の優しさとぬくもりに包まれたように、遠くから来てくれた彼、アランナラ、そして私の大切なお友達、みんなにお礼を言ったわ。でも私、気づいたの。やっぱり、まだ何か隠しているわよね。大丈夫だから、そう構えないで。あなたが秘密にしたいのなら、その判断を信じるわ。だってあなたは、私の花の騎士だもの。こんなところに隠れてたんだね。やあ、教練員のみんなからパーティーへの招待が来てただろう。どうして来ないんだい？はあ、招待されるようなことをした覚えがないんだけど。あんな騒がしい場所ごめんだね。ちょっとちょっとやめてくれ。教練員にいない僕でも、君が歴史批評と政治研究の分野で結構有名なことは知ってるよ。君は今回の論文に重要な手がかりとインスピレーションを与えてくれた大功労者だって聞いたよ。今回の打ち上げは半分君のためのものだってね。僕の記憶違いかな。君の所属は確か沈黙の殿で、饒舌の殿じゃなかったよね。遠回しにうるさいって言わないでくれよ。来ないなら来ないで、みんな後で探しに来ちゃうと思うよ。僕がここにいるって教えたの？いやいや、そこは沈黙しておいてあげたけど。ただ君と仲がいいと思われたみたいでさ、君を探すよう頼まれたんだ。はあ、面倒だな。はあ、案内してくれ。全部丸見え。にぎやか。みんな笑ってる。星空とはまた違った素晴らしさね。ああ、君ね。君と会ってから、あの子やる気に満ち溢れてて、一度も無言なんてしなかったのよ。でも、やっとのことで過信短日までに論文を完成させたのに、提出した途端、疲れて眠っちゃったの。論文の最後に、こんな感謝の言葉を添えてたわ。星々の間では、時に相手を強くサポートする力が生まれる。その力は相手の進む軌道をも変えてしまうことがある。先生学を学ぶ者の視点から見れば、人と人の付き合いも同じである。例えば筆者のように同じ周波数を持つ人に出会えれば、奇跡を起こせるかもしれない。私は、この光景を写真に残して、あの子のデスクに置いておくわ。
つなぎます。みんなの笑い声がまだ聞こえるような気がします。旅人さん、砂ぼこりが服に吹き込んでいませんか？さあこちらに座ってください。我らが花の騎士はまだ満足していないのですね。アール村と私は切っても切れない関係にあります。皆さんと楽しくお祭りを過ごせてとても嬉しかったけれど、日常に戻るのも寂しいことではありません。ですからどうか笑っていてください。空に浮かぶ雲も明日はまた晴れやかな日になると教えてくれているでしょう。あるんだけど。ええ、私たち彼は甘露花界を守るだけで精一杯なのに、あなたたちはどうやってあんなに大きなウリンを100年も守ってきたの？小鳥ですって。私たちはカレーよ。甘露花界に住んでるの。バナ、何？なんだか微妙に話題がそらされた気がするわ。え、うん、わかったわ。階からずっと出てないからかしら。何を言っているのかさっぱりわからないわ。でもなんだかすごそう。